はい今回は分数の足し算引き算を勉強しますさあ問題です次の分数を小数で表しなさい分数を小数で表すにはどんな計算をしたらいいか覚えていますかさあここに5分の3という分数がありますこの分数の分子割る 分母をすると分子÷分母だから 3÷5 をすると分数を小数で表すことができるんだったねさあこの問題で確かめてみましょう。と4分の1これを小数で表してみますよ。ただこの1と4分の1は対分数なのでまず仮分数に直しましょう。 仮分数に直すと 4×1 で4その4を分子に足して4分の5となりますねここから分子割る分母をして小数に直していきます分子割る分母さあ計算しますよはいこれで2820そしたら 最後に五四五二十ですね。だから一点二五となることがわかりました。さあ次です。はい。え今度は、えー、これまでと逆、えー、小数を分数で表しなさいという問題です。さあ零点三を分数に直すとどうなりますか。さあここで零点三 というのは0.1が3つということですね。そこでこの0.1というのを分数に直してみると10分の1となりますだから0.1が3つというのは10分の1が3つと同じなんですね。だから0.3は10分の1が3つ10分の3と 分数で表すことができますさあ同じようにこの小数も分数で表してみます0.73ですこれは0.01が73あるというものですねさあこの0.01これは分数に直すと100分の1ですから 100分の1が73あるさあ分数に表すと100分の73と表すことができますはい今度は分母の違う分数の足し算引き算を行っていきます分母が違う分母の違う分数の足し算引き算を行うときには 通分。をしてから足し算引き算するんだったよね。通分っていうのは何を揃えることだったかな？そうですね。通分っていうのは？分母を揃える同じ数にするということでした。分、母を揃えるためにはどんなことを利用しますか？そうですね。 最小公倍数を利用することとしますさあこのことを参考に問題をやっていきます4分の1たす6分の5です分母が4と6で揃っていませんねはい、まずこれを揃えなければなりませんそのために 最小公倍数を利用しますさあ4を何倍かして6も何倍かして一番最初に揃う倍数のことですねそれは12ですさあ4は4に何をかければ12になるのか考えてみると3をかければいいですねさあ6に何をかければ12になりますかそうこれは 2をかければいいということになりますさあここで4分の1の4には3がかけられているから分子にも3をかけます同じようにこっちの分数6分の5の6には2がかけられているから分子に2をかけ2をかけますさあ掛、えー、け算をして分数を揃えていきます12分の3 そしてこちらも12分の10こんな風に最小公倍数を利用して分母を揃えることができましたさあ分母が揃えば分子の足し算をします12分の3たす10これで13さあこれは仮分数なので対分数に直していきます対分数に直すと13の中に12は1つ入っています でここに12を書いて余りの1をここに書く1と1 12分の1これで答えになりましたそれでは頑張ってください